Jump. まあ、自分自身久々のスタメンだったのでやっぱり勝ちたいっていう気持ちはあったんですけど、まあそこはやっぱり引き上げっていうところで、まあ上位対決でまあチームに貢献できなかったのは残念です。守備はずっと無失点っていうか安定した守備だったので、まあ自分が入って崩れないようにはしようと思ってたので、そこはゼロで抑えられたのは良かったと思います。
昇格に向けてやっぱ4試合楽な試合は一つもないですので、一試合一試合やっぱ目の前の試合を、まあやっぱり次はホームですので勝てたら勝てるように頑張ります。ピンチもありながら後半は押し気味に試合を進めれたと思うんですけど、得点が取れないで0-0という結果になってしまったんで、まあ、そこはもっといい結果に結びつけられるように、まあ、攻撃の面であったり守備のところをもう一回敷き詰めることが必要なのかなと思います。これから、上位対決が、4試合ほぼあるので、それに向けて僕たちもしっかりいい準備をしますし、まあ、ホームでは絶対勝てるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。僕自身久しぶり の, 出場で、メンバー入りも前節からできるようになって、結果を残したいという気持ちもありましたし、チームに貢献したいという気持ちが強かったので、短い時間でしたけど少しでも、攻撃にアクセントがつけられるようにプレーはしました。皆さん分かっている通り上位対決が続くので、本当に気の抜けない試合がもう一番最後の試合まで続くと思うので、チーム一丸となって戦いたいですし、逆にこの状況っていうのを楽しんでいけるように声を掛け合って、楽しんでいきたいと思っています。